これであなたも自爆から解けると思いますマジっすかこっからなんですよこっから省吾これ今日マジいいレッスンやと思うわいやマジでいいと思います、うんはい、これなんすよいやこりゃスライス出らんわ <laughs> 絶対出なくなる <laughs> 出ないね、うん、はい皆さんこんにちは『て a ていゴールチャンネルの櫻井です先輩今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいじゃあう吾さん 今日はもうズバッと言うけど激スライス激スラだよ激スラ激スラねその人をちょっとドローに変えてよはあえそんな簡単なやついいんですかいや簡単なのいやいや俺だからいやじゃあレッスンお願いしますてかね激スラだからね激スラ激スラしょうやもう普通のスライスじゃないよなるほどいやこれね簡単になるんですよマジただ多分今日のレッスン見て視聴者の方たちはうん またネタ言ってんじゃんって思うんですけど、これね、まずすごいことになるんで、激スラの方きたこれしかさせないっていう僕なりのレッスンがあるんで、今日はぜひねもうすごい動画になるんで、視聴者の皆さんぜひ最後まで見てください,い。衝撃、衝撃に備えよう。衝撃に備えよう。じゃあ行きましょう。わかりました。レッ t s l e s もういいでそれ。はい。 オッケーじゃあレッスン入りましょう。<れ>ちなみに<お>激スラって言ったんですけど、うん、まあ、どまあ、簡単にどのぐらいの激スラなんですか。<laughs> いやもう激スラっつったらもう、はい、当たった瞬間にもう右に飛び出てもうそれから遥かにキロ先に行くぐらいのスライスと <laughs> イメージね。うん、イメージ。はい、<laughs> あと、はい、まあ頑張って左に打ってるけど、うん、どうしても絶対右に返ってくる。<laughs> 左に出だまれても右の OB にいくぐらいのそうそうそうスライスもう左に OB 打ったことありませんよバリのなるほどうわそこまでの激スライスなんですねスライスうわ簡単って言ったけどちょっと難しいかなもうねフックの打ち方がわからないっていうなるほどなるほどなるほどそれぐらいまひっちゃってるようなああでもいると思いますめちゃくちゃいるよねだってやっぱりスライスするんでやっぱりまあ 一番の原因としてはやっぱこうインサイドアウトじゃないですよねそうだよね鬼のかこんなスポーツになそうだよね多分ねそういうアマチュアの方もその理屈は分かってると思うよそうでしょうねでもできないんでしょうねもう右っから左にこうやってもう何としてでもこう左に出すっていうでも結局まあ 我々はリ理論とか知ってるから、はいはい、ずっと結局カットスイングだから、うん、スライスの回転ずっとなりますよあ、ねうん、まあそういう人ってやっぱどういうふうに、ん、まあ翔が直すんやろうな,なるほどなるほど、うん、まあまずちょっとそういう方ってやっぱおると思うんで <laughs> まず、まあ、ちょっと豆知識というか小さいことからちょっとレッスンしていきましょうか。 お願いします。まず、まあ、みん卓球、卓球、卓球、ま卓球って面あるじゃないですか。で、ま多分結構多くの方やったと思うんですけど。こうって常にこうやって、打ってるのか。こうやって、こうやって激しい、激しい、激しい。それとも、こうやって打ってるのかってね。これはもう、絶対どっちかって言ったら。あ、なるほど。こうですよね。あ、もう、カット、カット。違います。先あ、これ違うね。こっちです。こっちじゃないですか。はい。 こっちじゃないですかやっぱこう打つ人ってやっぱいないですよねいないですよねでやっぱでこう打たないといけないかっていったらこうこういうこれがドロー系の癖のやつですねやっぱこうカット系打とうと思うと外からこうやってだからまあこれでいうとゴルフでいうとスライス系の軌道まあこれはもう知ってる方も一番分かると思うんですけどまずここが。 そもそもあまり意外と分かってないのかもしれないしもしかしたらですねちょっとこれ言ってるんですけど必ず体の近くから手が来てクラブが通ってその人多分こうやって離れてるんで手も離れクラブもすごいとこから来て多分ボールなんか右じゃないと思うんですよねもう左だからもうこう来ちゃうから左に置いてる。 置かないともう詰まっちゃうからそうだよねああなんでまずここを改善するために、はい、もうこれ鬼鬼じゃないですか鬼すらなので鬼す <laughs> だから、はい、鬼フックを打たせるなるほどイメージじゃないといけないですね逆ですねそうですだからスライスってっこここっちじゃないですかはいはいはい絶対こうこうアウトサイドいいですよね、うん、こっちから来たらこっちだから、うん、そうだねこれを上げます、はい、上げます 次、フィニッシュの時にははいちょっとここすこっちいきますよフィニッシュの時にはっちけどおおこれ大丈夫かわかりますフィニッシュの時にはここですそんなに持って行っていいんですねそうなんですそれそれがフィニッシュでいいんですかはいそれがフィニッシュでいいんですか頭の上がフィニッシュ頭の上がフィニッシュはい そんな極端にだって極端なスライスなんですけどまあまあそかただこれただすね皆さんこれもう寝たと思ってると思うんですけどさっきねこのイメージでスイングしてみてくださいほんとに振ってここに来る人なんかいないっすいないよねまあちょっとこのイメージでちょっと振ってみましょうかいいですか笑わないんでめちゃくちゃ大げさにやりますよでってもここなんですよねあ、結構今は さっきのイメージをいやめちゃくちゃイメージめちゃくちゃにりましたんんしマジはいなんかそんな変わらない、ね、いやそんな変わらないでしょ <laughs>、うん、僕の中じゃ頭の上はいはいはい <coughs> なんだけどああちょっとまあそう言われてみればそうちょっといきそうだけど行かないですね<ー>だ結局体が <coughs> から先に回転するかほどなるほどなるほどいくけどさすがにここまでは激スライスの人はもう今のイメージで治るっすまずははあ最初当たんない人もいるかもしれないですけどタイガ当たりますあ本ほんとあこれタイガ当たりますみんなこう置き取っていやほんとにここ持ってきてるんですけど自分の中ではこれいかないんですよ絶対いかないです そううするると要要ははどなのこっちが高いんでじゃあ外から来てもう骨折しますよねこれはありえないですね外からこう来て無理じゃないですかもう手上げみたいなやばいね無理ですよね無理無理無理なんでやっぱりそこに持っていこうとすると必ずクラブが。 インサイドから来る、そうですね。でそのぐらいで多分そういう方たちはちょうどいいです。ああなるほど。大丈夫ですか首は？ちょっと痛いですけど。だ僕実際今全部ダフってるんで、なんかイメージがそうだね。はい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 。ってことはまあやっぱり練習で相当イメージを変えてやったほうがいいです。やった方が。でそれで何回もスイングを撮るんですよ動画を。や動画を撮るっていうのはめちゃくちゃ大事ですね。だって 自分のイメージの中じゃ頭の上に両腕が入ってくるんですからこんなんでスイングしてると思ってずっとスイングしてるはあってなるじゃないですかただこういう感じだけどイメージは回転するからここに来るっていうきれいなハイフィニッシュになる相当高くなるってことですもんね。 まあ確かにスライス打つ人で手元が高い人ってまあいないですよね、いいっすねやっぱりね、いないですね、まあ、そのフェードとかって言いますよね、うん、こうやって、ポンときて、こうやって、よく有名な男子プロの方で、こうやって、おー、うって言いますよね、いますね、うん、素晴らしい。 コントロなるほどなるほどでは使わったフェードボールなんで確かに確かにスライスってやっぱりねやっぱ飛ばないじゃんいや飛ばないほん飛ばないから敵なんだよねそうっすんかこうスライスでも飛ぶっていう人いるじゃないですか飛ぶんだ俺はみたいなはい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 やいやいはってくださいもっと飛びますよって話です。はいはい <laughs> 確か<に>まあまあ飛べばいいんですけどね <laughs>、うん、それで飛んでればでももっと飛ぶんだよっていう,そうよ、ね、ちゃんとした軌道を入れればするとねちょっと別の世界がね多分広がってくると思うんですよ、ね、<laughs> もう激すらの人は、うん、まあ弱も激カットなんで <laughs> だから激ハイフィニッシュいかないといけない<笑><笑>こうやって。 笑っちゃいかんけど <laughs> これ皆さん本当真剣にやってますからね真剣にやってますこれは、うん、体重もやっぱスライスの人って後ろに残りやすいうんそうですね全体がこうやって残りじゃないとやっぱここねドローっとやっぱこんな感じはははいはいはい、はい、でもスライスってやっぱっと引けてる感じがあるん、ね、こうやってこういう感じになっちゃうんではいはい、はい、なるほどなるほど、うん、だからやっぱこうスライサーの人たちはやっぱり体重も乗っけられないし、うん、こう体重のもこう,うまく使えない はいはいからやっぱボール飛ばないですよねそうだよねポスってばっかりなんで確かにまあちょっとねラウンドまでてまあこの動画を見てね練習やってラウンド出ていざやろうとした時にやっぱ怖いと思うんやけどはいちょっと勇気を出してねそうですねまずはそれを実行するっていうのが大事よね素振りだけでも全然いいですもうここにこうやって素振りしとってなんかてげてげの桜言ってたらみたいなでこう素振りして実際ちょっとこう 打つ時にすると意外となんか人から見たらあれってねはいあれっていうで、まあ、感覚とかはあそこから合わせていかないといけないけどまあやる価値しかありな,ないかなって思いますけどねもうと飛ぶしかないからねこれねもう確実にね軌道 <laughs> が良くなるんでまあそういうことですいいじゃないですか <laughs> 激辛対策 <laughs> いや本当にこれで治る人お分でいるでしょいやいますいます普通にいます やっぱり、ショうが見てる、まあ、お客さんで、やっぱ、何人かスライス悩んでる方も、ね、もちろんたくさん。まあ、もちろん、たくさん、今まで、いましたね。はい、まあ、でも、すぐ直るんで。はい、まず、僕は泥を打たせるんで。なるほど。で、そこから、逃げ玉っていうのを作らせれば、ゴルフはどんどん、こう、うまくなっていくっていう。なるほど。はい、まあ、そういう組み立てがあるんですけど。うまあ、うまく相殺させていくわけですね。そうですね。まあ、その辺を。 の練習もう激辛いの人はぜひこれ見てちょっとやってみてくださいありがとうございます全然自分の中じゃおかしいことやってるつもりなんですけどおかしくはないんで動画撮ったら確かにはいちょっとねネタ半分でしたけどこれかなり真面目なことをそうですネタ半分でいうかマジで真面目なことです何言ってんのって多分僕が素人だったら多分そう思うんですけど実際はまあこれがレッスンのネタで レッスン内容でやってきてよくなってる内容なんで確かに確かにぜひ皆さんスライスがすごい強い方は特にやってみてくださいよろしくお願いしますじゃあじゃあよろしいですかこの辺でああそうですねあれぜひねチャンネル登録あそうですね結構んか最近いろいろ あの視聴も増えてきて、そうですねおかげさまで、まあ今 2. もう8万人ぐらいなりそうなんですけど、じゃもうちょいで3万人、そうですねかね、はいでも10万人超えてるってことは10万人の人見てる可能性が高いので、そうですね、そういう方もできるだけチャンネル登録、ぜひ、はいぜひよろしくお願いします、よいとインスタとかもやってるんで先輩も僕も貼っとくんで、はい、フォローよろしくお願いします、フォローよろしくお願いします。じゃあ皆さんまた明日。 また明日できるだけ毎日またしてるんで、はいりましょうありがとうございました。